これでいっかというわけで今回はユニバースサンドボックスで地球の自転を貯めてみようと思いますそれではやっていきましょうか地球は秒速 465m で回ってるんですけどこれをゼロにしてみましょうゼロっとはい自転止まった はい。<laughs> 10秒経ったので、元に戻しました。さあ、どうなったでしょうか時間を進めてどうなるか見てみましょうか。なんも変わりませんね。10秒間時点が止まったくらいじゃ、なんも起きないみたいです。地球生存、おめでとうございます。まあ、なんていうか、この宇宙規模で見たら、大したこと起きてないと思うんですけど、多分地球規模で見たら、大したこと起きてると思うんですよね。 秒速465メートルで自転してるのに、それがいきなり止まったら、だいたい時速1600キロの車に乗って、絶対に動かない壁にぶつかったみたいな衝撃があると思うんですよね。んでまあここに、いきなり時速1600キロでぶっ飛ばされるっていうのはどういう感じかっていうのを、視覚的にわかりやすくするための機体があります。ちょっとこれで、地球の自転が止まった時に、人間はどういう感じで吹っ飛んでいくのかを見てみましょうか。 カーバルスペースプログラム最強のジェットエンジンをね、これだけつけまくって、これで打ち上げれば1600キロ出ると思うんで、これで、いきなり時点が止まったら、どういう感じに人間は吹飛んでいくのかを検証してみましょうか。あー、いきなり時点が止まったっあー。だいたい450、まあ、だいたい460くらい出ましたね。まあ、正確に言うと、 飛び方はもっと違うと思うんですけど、まあ、大体ね、そんなにノバマンゲームズに真面目な研修を求めてる人っていないと思うんで、これでいいと思います。飛んでく方向も普通は東ですからね。27秒で4500メートルまで打ち上げられました。あとはもう落ちていくだけですね。まあ、ここでうまく着地できれば、時点が止まっても問題ないってことになりますね。さあ、どうなるんでしょうか。<laughs> ま、真面目な検証を見たかったら、チャンネル人工知能でも見てくださいってことですよ。まあ、それはともかく、地球の時点が10秒止まっても、地上の生物が完全に死滅すること以外は、なんてことはないことが分かりましたね。じゃあ、今度は、1年くらい止めてみましょうか。ドゥー、ドゥッ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 、ドゥ時点を止まれ <laughs> さあ、時点が止まったらどうなるかっていうと、あ、もう早くもね、 早くも表面温度にすごいムラが出来始めましたよ。事前は止まっても工程はしてるから、一応朝と夜はありますね。ただ、これ見てもわかるように、日が当たってるところは、日中の気温は最大48度とかになってますね。で、最低気温もマイナス22度になりました。いやー、なんか、地球が全部砂漠のようになってしまいましたね。夜になると、日本も雪で覆われる。でも、 朝が来ると、急激に、急激にすべて溶ける <laughs>。住みづらそう <laughs>。しかもこれあれか。9月に日が昇って、12月に日が落ちる。で、また9月まで、ずっと真っ暗。うわぁ、最悪の星だな、これ。日照時間が <laughs>。 一年のうちの日照時間がすべて3ヶ月に凝縮されて、日照期の3ヶ月間はずっと太陽が照りっぱなし続けて、気温はだいたい最大60度になる。12月になると太陽は落ちて、どんどん寒くなってって、日本あたりだと大体マイナス12度から10度くらいかな。人類は死滅しないけど、相当文明交代するね。いやでも最初の時点で人類全部死んでたか。なんか北極がすごい勢力伸ばしてきて、 こっちの大陸と繋がっちゃいましたね。冬の間は中国まで歩いていける感じですね。よく見ると北海道と青森も氷で繋がってる。<laughs> 良かったですね。これからもう冬の間は青函トンネル通らなくてもよくなりました。まあでもなんか自転が止まると同時に人類が全部死んだ以外は普通ですね。ユニバースサンドボックスはね、もうちょっとなんか星爆発してくれないと会えないんですよね。じゃあ逆に自転速度を100倍くらいにしてみっか。 自転速度が100倍になると、あれかな体重とかも、だいぶ減るのかな遠心力で <laughs>。<laughs> 自転周期が14.4分になりましたね。つまり、1日が14分ってことですね。朝起きて、歯磨いて、シャワー浴びて出てきたら、もう太陽出て沈んでるって感じですかね。だって地球がリアルタイムで目に見える速度で回ってますからね。これでちょっと1年くらいしたら、地球はどう変わってるのか見てみましょうか。これが1年後の地球です。 だいぶ温度にムラがありますね。なんでかな早く回せばそれだけなんか均一に熱が分散されると思ったんだけど、そうでもないのかな気圧が地味に下がってますね。沸点が。気圧が地味に下がって、沸点が99.1度になってる。これはすごい混乱を切るぞ。地球なのに、地球の類似性が100%切って、生命の可能性が <laughs> 50、50%切ってんじゃん <laughs>。あー、だめだこれ。 なんか、いないかもな、生物。利点速度持ってあげるか。<laughs> 1秒に1回地球が回る。これリアルタイムの回り方ですからね。多分、遠心力で人間、吹っ飛んでいくんじゃないかな、空に。1年進めてみっか。気温はだいぶ落ち着きましたね。赤道付近でまあ、たまに50度。でも、まあまあ住みやすい感じなんじゃないでしょうか。自分の体が空に向かって飛んでいくこと以外は。生命の可能性が。 <laughs> 10%切ってる地球なのに、なんてこった。いやーでも、自転周期が1日1秒でも案外地球ってなんとかなるんですね。じゃあ、1秒間に1000万回朝と夜が来る地球です。さすがにね、これやったらもう地球として、 成り立たないんじゃないでしょうか。これあのー、これ高速で時間進めてるわけじゃなくて、リアルタイムでこれですからね。さあ、これで1年見てみましょうか。いや、これだったら多分1ヶ月でやべえことになりそうだな。これが1ヶ月後の地球です。表面温度は暑いところで大体70度。地球の類似性は99。<laughs> 生命の可能性 <laughs> 3。0.293%になってしまいましたね。いや、これはいないね。生命。でもなんか、 自転周期変えるだけだと、生えねえな。もっと自転周期を遅くしてみるか。あバグった。あは、あはははははは。あれ自転周期を可能な限りまで小さくしてったら、あの、地球全体がマイナス273度になってしまいましたね。いやー。自転を限界まで遅くすると、 地球が絶対0度になってしまうんですね。いいことを学びましたよ。ああ、もう完全に地球が氷の惑星になっちゃったよ。仕方ねえな。ちょっと温めてやるか。ここら辺かな。日本で一番隕石の落下が様になる場所。岐阜県は。と見せかけて、学校がクソなのを棚上げしてゲームを規制することによって流因を下ろそうとしている香川県に隕石を落としましょうか。今回は。 ま、でもこれ、香川県なのかななんか、もうないですね。国境とか、県境とかそういうのはもう、やっぱりジョン・レノンは正しかったんだな。空から見ると国境もなんもない。まあ、隕石を落とせばね、ユニバースサンドボックスの動画っぽくなると思いまーす。おおここにしょ、えここに隕石が落ちたのに、こっち側から衝撃が出てきましたね。<laughs> あ、ダメだ、これもう。 この地球バグりすぎてね、隕石とか食らわんわ。<laughs> あ、マジで見たことないバグり方してるユニワーサンドボックス。これはなかなか、大変なことになってしまいましたね。ああ、すごい。これが絶対レードの力。どうにか地球を温めるんだ。小隕石ども。お前たちならできる。 絶対零度の、絶対零度になってしまった地球を生き返らせるんだ。あ、すごい。もうどこにね、隕石が当たっても、こっから衝撃感が出る。これは、ムー大陸があったあたりかな。<laughs> やっぱり、黒幕はムー大陸だったか。火星を落としてみるか。え火星を、<laughs> 火星を落としたら反対側に出てきたんだけど。 さあ、火星がまた落っこちてきたしかし地球には効果なし。すげえ、この地球、マジで。<laughs> マジか、この地球、ほんとにやるねーへえ <laughs>。そっか、こんなに、地球ってこんなに強くなれるもんなんですね。地球ぶつけてみっか。さあ、地球対地球。しかし片方は、最強の地球。さあ、どっちの地球が勝つんでしょうかネタバレ、地球が勝つ。 おさすがにさすがに、に表面温度が、全く中央の表面温度が、35万度になってますね。ただ、普通地球と地球がぶつかったら、両方とも大変なことになるのに、この地球の場合は、傷一つつきませんね。<laughs> マジかー。つえーな、この地球。 太陽系パトルロイヤルの時もこの地球で参戦させりゃよかったな。すげえ、この地球。無敵じゃん。地球には効果なしだよ、マジで。この地球だったら、派遣握れるかもしんねえ。太陽系の <laughs>。太陽に突っ込ましてみっか <laughs>。さあ、地球、太陽にロックオン。太陽系の王座を狙う、無敵の地球。果たして太陽に置き換わり、次の太陽となることはできるのでしょうか。さあ、近づいてまいりました。地球と太陽。 果たして、最強の地球、そして太陽、生き残るのは片方のみ。さあ、どっちが勝つんでしょうかあ <laughs> あ、さすがにね。勝てませんよ。太陽には、最強の地球でも。こうして、最強と呼ばれていた地球も、その生命活動に終始を打たれ、そして太陽系はこれからも太陽がずっと、 その派遣を握り続けるのであった。めでたしめでたし。と見せかけて爆発ボタンはい。はい、体力は終わり。じゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします <laughs>。それでは、また今度。